でも改めてこのね、あの映画の中で切り取ったこのビジュアルって、今まね、三人で見ていかがですか改めてこの瞬間というのは。のいい写真ですよね。だって佐藤さんの写真はだって、これはね。はい。私、私が撮らせていただきました。<laughs> これいつ撮ったの?。<laughs> これはあの本当劇中ですね。シーンの中だと思います。それ。<ー>俺はこんな顔してたんかって本当に思った。 藤富城ぐらい思ったよ。いや、本当ですか？映画の中。だって、ほら、すごい嬉しいウィンクがちょうどバッチリ映ってるもんね。そうなんです。すごいね。だってあのカメラ結構こう難しいね。ちゃんとこうピント合わせないとあのああのなんてマニュアルのやつなんで。はい、そうなんです。こんなに素敵に撮れて、ありがとうございます。嬉しいです。ウィンクしていきますよせいのじゃないってことですもんね。うん。違う。 でもね<う>これ、ちょっとタケルさんが与えてくれた隙なんじゃないかなって私はすすごい思ってますたまにありません、なんかタケルさんが気づいてない隙を与えてくれるみたいな、うん、ーサービス精神だってううカメラ離れてるのにまだ目がつむ、硬めつ,つむってるって <laughs> <に> <laughs> すごい奇跡の瞬間じゃないですか。<laughs> あだからレンズを覗いてるから硬めだったんだ。<laughs> ああそういうことか。その後によりちょっと一秒長くこうウィンクしててくれたっていう優しい、そう優しさなんですねこれは。優しい初めて分かった。共同作業だったわけですね。俺もそういうことか。奇跡のウィンクなんですよ。優しさの奇跡のウィンクという。ありがとうございます。なるほど。